いらっしゃいませ。ありがとうございました。なんか用か？中津川手間取らせよって。気に入ったぜ。ありがとうございました。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。手間取らせやがって。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さあ行くか。ありがとうございました。ほっほう。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ああ。いらっしゃいませ。ああ。
いらっしゃいませ。ああ、ああ。いらっしゃい。ありがとうな。しばらく寝てろ。
それでは出発いただきます。時間食っちまった。いらっしゃいませ。ありがとうございました。強がって31個の爆弾だって？はい、でも大丈夫です。爆弾の件に関しては伊達さんが警視庁に掛け合ってます。今俺たちにできるのは町を合流会から守ることです。そうは言っても主だった幹部は殺されちまって、組員が浮き足立ってまとまりがつかない状態なんだよ。柏木さん、どれくらい兵隊を集められるんだ？そうだな、神室町周辺の組織に声をかければ300ぐらいはなんとか。柏木さん、その300人俺に預けてくれ。ああ、すぐに招集をかける。
登場会のために立ち上がってくれるんだね。親父や風間のおじきが体を張って守ったこの町を郷田龍二のような奴に好きにさせたくねえんだ。合流会を返り討ちにしてやる。大吾、お前聞いてくれ。いいか、これは登場会だけの問題じゃねえ。関東の極道組織の存亡をかけた戦いだ。俺たちはこの町と共に生きてきた。世間様から痩せれば綺麗事かもしれねえが、俺はこの町が好きだ。だから世話になったこの町に恩返しがしたいんだ。天下の登場会の組員として体張って合流会のカムロ町進行を食い止めようじゃねえか。これで大吾は誰もが認める登場会の跡目ですね。俺だ。分かった、すぐに西の河原へ向かう。どうしたんだ。伊達さんからだ。何か問題があったらしい。何？
くさあ行くか。さあ行くか。お。それでは出発いたします。
何があったんだ。警視庁は今回の一件動かないようだ。何だって。伊達は例の事件の容疑者だったんだ。そういう人間の情報は信用できねえってことなんだろう。それに31個の爆弾が仕掛けられてるってのも和樹の証言だけだ。昔から警察ってとこは証拠がなければ動かねえ。分かってはいたんだが、こうも門前払いを食らうとはな。それじゃあ、カムロ町を救う手立ては何もねえのか。俺たちでやるしかねえな。300人の組員、爆弾処理に回すんだ。ご理解はどうする。俺が相手になる。一人でか。この広いカムロ町で31個もの爆弾を探すのは簡単じゃねえ。町に詳しい登場会の連中は全員そっちに回った方がいいだろう。だから合流会は俺が何とかする。分かった。しかし31個か。せめて場所だけでも分かればな。ここのシステムが残っていれば増産もねえんだが。揃って不景気な面しとって。真島の兄さん、ギルちゃん、絶体絶命のピンチって感じやな。おりゃ邪魔や。どけどけ。おりゃ。ありゃ。おりゃ。どうしたんだ。ここのシステムが必要や言うたやろうが。うわーいやー。なんでやねん。なんで動かへんねや。うわーいやー。おいおい大丈夫か。うわーいやー。やめた方がいい。大丈夫か。あ、うわーいやー。うわーいやー。いやー。動けやこら。動けやこのボケ。こんなこともあろうかと俺がメンテナンスしとったんや。ほう、大したもんだ。まっほんまはこれでボロ儲けするつもりやったんやけどね。助かったぜ、真島の兄さん。ほら、あんたの出番やで。伝説の情報屋はん。おう、これなら爆弾の場所を特定できる。あとは任せたぞ。ああ。
おい、ああ、ああ。